富士通フロンティアーズはアメリカンフットボール X リーグ外部所属のチーム。年によって東地区あるいは中部地区に属する。1984年に富士通の社員有志が集まって同好会が発足され、1985年3月に創部。ホームゲームは主に川崎市川崎区の富士通スタジアム川崎で練習は 富士通川崎グラウンドで行っている。2007年に川崎市で開催されるアメリカンフットボールワールドカップを前に2006年7月11日に川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーに認定された。2007年の周期リーグ戦で5年ぶりのディビジョン優勝を遂げ、プレーオフでも前年度覇者のオンワードスカイラークスを撃破、ジャパンエックスボールまで勝ち上がる。 2010年のパールボール優勝。ジャパン X ボールでは2011年と2013年に決勝進出をし、いずれも準優勝。2014年度、ジャパン X ボールを初制覇し、ライスボールも関西学院大学ファイターズを倒して、初制覇を成し遂げた。2016年度は2回目のジャパン X ボール制覇し、 ライスボールも関西学院大学ファイターズを倒して2回目の制覇を成し遂げた。2017年度より富士通陸上競技部を引退した柏原隆二がチームマネージャーに塚原直樹がランニングコーチにそれぞれ就任した。2017年度は3回目のジャパンエックスボール制覇し、ライスボールも日本大学フェニックスを倒して3回目の制覇を成し遂げた。 2018年度はリーグ戦を6戦全勝すると2年連続で同じ顔合わせとなった IBM ビッグブルートのジャパン X ボールでも35から18で勝利した。ライスボールも関西学院大学に52の17で勝利し、球団史上初のジャパン X ボール、ライスボールともに3連覇を達成した。2019年度は 新しいリーグ編成により設立された X1 スーパーに所属。リーグ戦七戦を全勝し、ジャパン X ボールでパナソニックに二十八から二十六で勝利し、X ボール四連覇を達成した。また、ライスボールも四連覇を達成した。二千二十年は、新型コロナウイルスによる短縮日程の影響で、X1 スーパーが二つのブロックに分けられ、富士通は、 エリコム神戸ファイニーズ IBM ビッグブルーの島、相模原ライズと共に A ブロックに所属。ブロックでのリーグ戦は3戦全勝を達成するも、B ブロック代表のオービックシーガルズと対戦した、ジャパン X ボールでは7から13で敗れ、X ボール5連覇とはならなかった。NHK で NFL などの解説を務める、コシスケは、フロンティアーズの副部長である。なお、チアリーディングチーム、 フロンティアレッツのメンバーには、俳優の土屋太夫、土屋新馬指定の姉で2015年度に、富士通に入社した土屋エントギが2019年度末まで、所属していた。チーム概要、富士通フロンティアーズ、柏原隆二さん、富士通、アメフット部のマネジャーに、日刊スポーツ。 https://www.nikkansports.com スポーツスラッシュアスレチックススラッシュニューススラッシュ 1833269.html2017 年6月5日閲覧土屋太志大取屋根の会社員、炎おとぎがミスジャパン東京を代表に、日刊スポーツ。 https://www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2019-06-03-0-0-0-1-058 HTML2019 年6月3日閲覧土屋太子大鳥の姉、土屋エントギさんグランプリ獲得、妹には私、らしく頑張るよと伝えたい。 ミスジャパン日本大会で歓喜。スポーツ放知。https 放置。ニュース、アーティクルズ。2019911-1.t5200.html 2019年9月12日。閲覧。AB 選手、スタッフ紹介富士通フロンティアーズ。ありがとうございます。